後圏天皇、後圏天皇、十、そして、聖徳天皇、塩徳天皇、聖徳天皇、718年、養老2年から770年8月28日、神語慶運4年8月4日は、日本の第46代、第48代天皇。後圏天皇としての在位期間は、749年8月19日。 天平商法元年7月2日から758年9月7日、天平法治2年8月1日。聖徳天皇としての在位期間は、764年11月6日、天平法治8年10月9日から770年8月28日、神語慶運4年8月4日。父は、聖武天皇、母は、藤原氏出身で、 史上初めて人身から皇后となった光明皇后、光明氏。即位前の名は安倍内親王。生前に法事聖徳貢献皇帝の尊王が送られている。俗に本記では終始高野天皇と呼ばれており、他に高野姫天皇、山と猫天皇、山と猫のスメラミこととも称された。史上6人目の女帝で天武系からの最後の天皇である。 この聖徳天皇以降は、江戸時代初期に即位した第109代名聖天皇在位、1629年から1643年に至るまで854年、女帝が建てられることはなかった。聖武天皇と孔明皇后の間にはついに男子が育たず、起用は創生、安倍内親王のみであった。聖武天皇と剣、犬飼広都治との間には、 朝霞新能が生まれたが、後ろ盾を持たなかったため即位は望み薄であり、天平十年1月13日、738年2月6日に、安倍内新能が立大使し、史上唯一の女性皇太子となった。天平十五年、743年5月5日には、岩礁上皇の御前で御説前を披露している。天平十七年、744年に、 朝霞親王が没し、聖武天皇の御子はいなくなった。直後に、聖武天皇が倒れて重体に陥った際、立花ならまろは、皇子、皇位継承者が立っていないと気分を擁立する、動き見せている。当時の女帝はすべて独身、未婚か未亡人であり、安倍内親王が即位してもその次の皇位継承の見通しが立たず、 彼女に代わる天皇を求める動きが彼女の法行後まで続くことになった。天平正法万年749年に父、聖武天皇の上位により即位した。知世の前期は皇太后、皇明皇后が貢献し、皇后宮を改祖した、守備中隊の長官で皇太后の追いにあたる藤原、中丸の勢力が急速に拡大した。天平正法8歳。 七百五十六年五月二日に、父の聖武上皇が崩御し、日田武親王の子である、同僧を皇太子とする遺書を残した。しかし翌天平正法九歳、七百五十七年三月、皇権天皇は皇太子にふさわしくない行動があるとして、同僧を廃し、自身の遺向として、舎利親王の皇様を新たな皇太子とした。この皇鉄劇には、 後見天皇と中丸の意向が働いたものと考えられている。強まる中丸の県政に焦った立花良ら丸や大友小丸らは後見天皇を廃して神弟を擁立するクーデターを計画した。しかし事前に察知した中丸により関係者は同年5月に粛清された立花良ら丸の乱。以降、中丸の県政はさらに強まった。天平法治2年。 758年8月1日、後見天皇は病気の孔明皇太后に仕えることを理由に、王位王、順任天皇に上位した。この日、後見上皇には、法事聖徳皇賢皇帝、光明皇太后には、天平王、まさみ聖皇太后の尊王が送られている。また、尊称として、孔上皇には、上、光明皇太后には、中、が用いられているが、 上は、中国南朝、隋、唐においては皇帝及びその機関に対する損傷であった。皇帝や上の称号は、政権担当者である藤原中丸の単なる東風趣味ではなく、新天皇の正当性の保障者としての役割を、王洋及び中丸から期待されていたと見られている。中丸は、王洋から藤原恵美阿孫の生徒、推し活の名が与えられ、 藤原恵美を死活と称するようになり、貨幣中造権も与えられている。仲間ロア館長を東風に改名する、官職の東風解消など、さらに権勢を振るうようになった。天平法寺三年、七百五十九年、孔明皇太后が、順任天皇の父、トネリ神皇に孫号を贈ることを提案した。順任天皇は、皇権上皇に相談すると、 上皇は皇太后に対して辞退する相乗を行うよう助言をしている。結局、皇太后が再三説得し、舎利親王に須藤尽くし高志皇帝の尊号を送ることになったが、このことは皇権上皇の影響力の大きさを明示したものとなった。天平法寺4年760年7月16日に皇妙皇太后が崩御すると、後見上皇と中丸 純任天皇の関係は微妙なものとなった。同年8月に、後見上皇、純任天皇らは、小春タグに移り、天平法治5年、761年には、ホラグに移った。ここで病に伏せった、後見上皇は、看病に当たった湯下氏の僧、同居を長愛するようになった。天平法治6年、762年5月23日、6月23日、 二、純任天皇は平城宮に戻ったが、後権は平城系に入らず法華寺に住居を定めた。ここに、高野天皇、帝と月有と俗日本記が記す後権上皇と純任隆、中丸の不和が表面化した。六月三日に後権上皇は五以上の官員を呼び出し、純任天皇が不幸であることをもって仏門に入って別居することを表明し、 さらに国家の大事である政務を自分が取ると宣言した。不和の原因は、道教を除くよう純任天皇と仲丸が働きかけたことや、高等の静着意識を持つ後見上皇が純任天皇に不満を持ったことなど挙げられている。天平法治七年、763年から天平法治八年、764年には、道教やキビ・真キビといった後見派が、 養殖に就く一方で、中丸の子たちが軍事的養殖に就くなど、後賢上皇と順任天皇、中丸の勢力争いが水かで続いた。天平法治八年、七百六十四年九月十一日、中丸が軍事準備を始めたことを察知した、後賢上皇は、三尊王を派遣して、順任天皇の下から軍事指揮権の象徴である鈴印を回収させた。 これを奪還しようとした中丸側との間で戦闘が起きたが、結局鈴印は後見上皇の下に渡り、中丸は朝敵となった。中丸は大乗官員を奪取して大見国に逃走したが、9月13日に殺害された。中丸配信の知らせが届いた9月14日には、左遷されていた藤原豊成を右大臣とし、9月20日には、 道教を大臣禅事とした。さらに九月二十二日には中丸によって変えられた官庁名を急に復し、十月九日には順任天皇を廃して大井新郎とし、淡路港に封じて流刑とした。順任天皇の廃位によって、後見上皇は事実上、皇位に復帰した。後世では、後見上皇が重訴したとして、これ以降は聖徳天皇と呼ばれる。 日本史上唯一の出家のままで即位した天皇である。以降、聖徳天皇と道教による政権運営が6年間にわたって続くことになるが、皇太子はふさわしい人物が現れるまで決められないこととした。天平神五元年765年に飢饉や和家王の無本事件が起きるなど、乱後の正常は不安定であった。同年10月に聖徳天皇は、 道教の故郷である河内湯げ寺に行行した。この湯げ行行中に、道教を大乗大臣前寺に任じ、本来進化には行われない、軍神廃画を、道教に対して行わせた。またこの際の暗宮を拡張し、湯吉宮の建設を開始している。一方でほぼ同じ時期に、淡路で、廃帝、順人が変死を遂げている。11月には、天皇位と共に行われる、 大上会を行ったが、本来参加しない僧侶が出席するという異例のものであった。ただし、即意式は行われていない。またこの年には、根伝永年資材法によって開墾が加熱したため、寺社を除いて、一切の根伝死有を禁じている。天平神後2年、766年10月には、海流王子で、仏舎利が出現したとして、道京を法をとした。 道教の下には、法針、法三義という僧侶の大臣が設置され、湯げ後清よし清人が中納言となるなど、道教の勢力が満たされた。一方で、大乗官の主席は、左大臣、藤原長手であったが、き備まきびを、右大臣に抜擢するなど異例づくめであった。こうして、聖徳天皇イコール道教の二等体制が、確立された。 聖徳天皇は次々と大臣に行行し、最大寺の拡張や西流寺の造営、百万塔の政策を行うなど、仏教重視の政策を推し進めた。一方で神社に対する保護政策も扱ったが、伊勢神宮や宇佐八幡区内に神宮寺を建立するなど、神仏集合がさらに進んだ。また、神社の委会である神会制度も開始されている。一方で、俗に本記では、 政治と刑罰が厳しく些細なことで極刑が行われ、冤罪を生んだと評されている。神護慶運三年、七百六十九年五月には、聖徳天皇のイボ妹、不安内神皇と表情し慶事マロが天皇を図書したとして、名を改めた上で流刑にされている。同じく、聖徳天皇のイボ妹、井上内親王を妻としていた、中納言、白壁を、後の公認天皇は、 天皇の死死を警戒し、酒に溺れたふりをして、難を逃れようとしていた。神後慶雲三年、769年、太宰府の主審、神塚佐中富の菅屋総馬炉が、道京が、行位につくべしとの宇佐八万宮の託戦を報じたと、された。これを確かめるべく、和家清馬炉を直視として、宇佐八万宮に送ったが、清馬炉はこの託戦は虚偽であると、復明した。 これに起こった、聖徳天皇と天皇の地位を狙っていた道教は、清丸を解明した上で、元因外助として左遷し、さらに、大隅国へ入るした、宇佐八幡宮信託事件。10月から11月にかけては造営した吉、吉野宮に行行し、道地を最強とする旨を戦した。神語慶憂四年、770年2月、聖徳天皇は、再び湯吉野宮に行行した。 行,行翌月の3月の半ばに発病病し、がすることになる。この時、看病のために近づけたのは宮人、と官のキビユリ、キビ真キビの姉妹、または娘だけで、同教は法御まで会うことはなかった。同教の権力はたちまち衰え、軍事式権は藤原長手やキビ真キビら大上官に奪われた。8月4日、聖徳天皇は、 平城宮西宮神殿で奉御した。法三五十三、病気回復を願う祈祷が行われたとの資料がない。ことから、医療行為を施されず見殺しにされたとの主張がある。聖徳天皇は、生涯独身であり、こうをなすこともなかった。俗日本紀放棄元年、七百七十年八月起始上によると、奉御にあたって、藤原長手や藤原少なまろ、 キビ・まきびら軍心が集まって表記し、白壁王を後継として指名する、い、戦が発せられたという。白壁王は、公認天皇として即位する。一方、日本気楽、不装略期に引用された、藤原桃川伝によると、放漁後間もなく軍心が集まって表記し、キビ・まきびが、ふんやの王一もしくはふんやの清志三王し長手や少なまろ、 藤原桃川は白壁王を押した。牧比が事案に固執すると、長寺は白壁王を指名する聖徳天皇の遺書を読み上げた。このため白壁王が即位して公認天皇となるが、この遺書は偽造されたものであったという。川内昌介は古代政治史における天皇制の論理において、藤原桃川での記述が水鏡に継承され、 大日本史にも採用されたことから、きびまきびが出し抜かれた。藤原桃川が暗躍したとされる経緯が、一般的になったと指摘する。川内は桃川が、公認擁律時は政治に参画する立場になく、桃川が暗躍したとする書説は、官武天皇の律大使の事情が誤って語られたので、あると指摘。現在ではこの説が広く支持されている。なお、 同教は失脚して下谷国薬指示別等に左遷され、湯劇良きと元さに流された。根伝子犬も後期3年、772年に再開されている。後見天皇には、自らに反抗した者に、癒しい名前をつけるという性格があった。その性格のもとには、名前や、ことの葉、イコール言葉は一つ一つ、思いがこもった例であり、大切にしなければならない。 という後見天皇の考えがあった。一方で女性の地位向上に尽力し、多くの実績のある有力な女性に、異界訓などを与えたことでも知られる。立花ならマロの乱では、不和内心能の図書事件、これは不告であったでは、宇佐八万宮信託事件ではなど。三笹は、宮内庁により、奈良県奈良市三笹町にある、高野寮、高野の三笹、に事情されている。 区内頂上の形式は、前方公園。遺跡名は、先高塚古墳で、墳九百127メートルの前方公園墳で、ある。ただし、本古墳は、先立列古墳群を構成する前方公園墳であり、その否定は疑問視されている。また皇居では、高齢殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。